ガンダムブレイカー4発売に対するネットの反応を紹介します。ガンダムブレイカー4発売決定。おお。いやー、たたーたたー。プラットフォーム任天堂スイッチ、プレイステーション5、プレイステーション4、スチームダウンロード版のミハコハブやね。まさかスイッチに出すとはな、今までのバンナムだとありえなかったぞ。PS で死んだシリーズもスイッチでなら生きていれる。まあさんのところに作らせヤマトもなのできるだろ。正直モバイル終了でシリーズも終わったと思ってたから驚きしかない。ナンバリング新作出すんだ、ニューはなかったことになったか。ニューなんてなかった。いいね。ニューはほんとどうしてあんなことになったんだよ。ありとあらゆる要素がクソって逆に奇跡だろ。ニューガンブレの何がすごいって、自分が何もしなくても勝つからな。もうゲームにすらなってない。拾ったパーツのレベル上げるのめんどくさいから無印の星システムとのハイブリッドにしてくれや。システムが元に戻ってそうなのですでに神ゲーです。ありがとうイリンクス。くさ。若干不安材料ぶち込んできたが、いつものバンナム、前作さんの DLC は普通に神だったので大丈夫だ。グーレイト4っぽいの背負ってるけど一般販売されるときはガンバレルプラスバスターストライカーでまとめて売るのかな。バスターストライカーじゃなくて HG バスタープラス新規ジョイントって感じもするんだよな。1ランナー20もアームも全部入ってるし。プラウドディフェンダーが使えるかどうかが問題だ。今の時代オンライン対戦ないとかありえる？ゴミ確定やん。共闘ゲーで対戦ありきのバランスにしつつ爽快感出すのは手間かかるからな。お祭りゲーに徹した方がいいわ。これも SAO の忍耐が処方？どうしたバンナム？処方が忍耐なの意外だな。まあ忍耐初出のが盛り上がるし知名度上がるからじゃね。プレステダイレクト誰も見ないし話題にもならんし。メインターゲット日本だろうに PS 関係の放送だと日本語ない可能性もあるしな。あとはメーカー単独で発表するより忍耐で出した方がいいと判断したか。開発会社変わったのならともかく、同じであれだったニューは何だったの？実作業してた会社を抜いた結果のあれだぞ。ニュー捨ててナンバリングに戻したのは英断だったな。ガンブレ勢は未だ2、3やってるから。逆にナンバリングつけてなかったのが幸いした。聖剣伝説の悲劇があるからね。聖剣伝説4のせいで新作出してもナンバリング展開ができなくなった。ガンブレ4はガチャフォース並みにいろいろできたらな。無彩を作れたりとか。サプライズこれだった。PS 初ガンダムだけは絶対出さなかったのに、相当切羽詰まってるのか。忍耐に出すくらいだし任天堂の要請もあるんじゃね。 PS にも出すなら普通につべや X で告知でも良いだろうし。バトアラが結構売り上げ差ついてたよね。あの売り上げ見て次もガンダムゲーをスイッチに出すかってなったんじゃね。ニューガンダムブレイカーのホームページ消されてない？4のページに飛ぶんだが。はい、ガンダムブレイカーさんのサイトにはアクセスできますがニューガンダムブレイカーのサイトはアクセスできません。徹底的にやってるな。戦慄の黒歴史か。まあ1234とある中でニューが混ざってるとそっちが最新作と勘違いする人が出るかもしれないし。ニューなかったことになってるの受ける。ニューガンブレはなかった子に。公式がニューガンダムブレイカーの存在抹消はさすがに草生える。さすがにニューの評判が悪いのは理解してたんだな。ニューガンブレガの公式サイトリンク踏むとガンブレ4に繋がるのは完全になったことにしたい意思を感じる。ニューはゲームがあれってだけじゃなくて本体にまでかなりのダメージ与えてきたからな。サントニー1からの生まれ変わりが残ってるのを見ると余計に強い意志を感じるな。バンナム5本開発中止させたとアナウンスしていたな。これが出せるのに開発中止になったタイトルがあるとかバンナムでナイフン起こるだろ。ガンダムは出せばまず黒字だから。まあ主自由で種系ガンプラが飛ぶように売れてるのに発売中止はアホのすることでしょ。シード劇場版ヒットのこのタイミングではナイスな発表ではあるが肝心の出来がどうなるやら。ガンブレ4の公式ページのトップになぜか魔改造されたズゴックが掲載されているから、メーカーも意識はしているんだろうね。初代ガンブレからニューまでテンポよくシリーズをリリースして、2018年6月発売のニューからなぜか6年も間隔が空いて新作4をリリース6年って長いぞ。一体何があったんだ。e スポーツ化がよく突っ込まれるけれど2の学園パートは問題なかったのかな。というかさん以前と比べて良かった部分なんて何もないレベルでひどかったから、ストーリーなんてヒロインが変わるだけの虚無展開だし。ガンダムってもう必殺技とか武器が決まってて今更読んで新しい要素あるのかって問題があるよね。ただの使い回し変化なしだとニューと同じことになるかもしれんぞ。その新しい要素で見事にやらかしたのがニューなんだよな。
3みたいなストーリーとシステムで、動作軽くなって最新の機体も追加されてパーツの自由度上がるだけでもう満足なんですよ。単純にボリュームアップバランス調整すればいいのに突然路線変更してぶち壊すのはガンダムゲーの宿命。3の路線ならギャルゲ要素なし？割と女の子はそこそこいるシリーズじゃね。店員がデブの兄ちゃんで困惑してたりもしてたけど。ストーリーモードどうなるかね。2のオリジナル戦機も嫌いじゃなかったし、3の大怪物もガンプラらしくてよい。3の進化と考えると後者か？キャラ絵は3の人でいいよ。ギャルゲ要素入れたニューより女キャラ可愛いまである。俺はモバイルの人が良い。スクショでキャラ絵もちょっとだけ見えるけど、3の時のキャラデザからは変わってそうだね。ヒロインもピンク髪のわかりやすい萌えキャラっぽくなってる。ただ PV 見る限りアクション性は3とほぼ変わってなさそうではあるな。基本はそれでいいよ。俺ガンプラがメインなんだから、脳死でボタンパンパンするだけでかっこいいコンボが繰り出せて爽快に敵をボコって蹴るゲームで良いんだ。マジで嬉しいわ。ニモさんもめちゃくちゃやった。この流れでガンダム無双の新作も出してほしい。システムは真のままでキャラと機体とステージ増やしてほしい。まさか CS 機でガンダムゲーの新作が登場するとはね。スマホかオンライン対戦ゲーばかりだったし、やっぱりニューから6年って異常だよ。ニューの何が悪かったかを理解してるっぽいし、3までの神ゲーだったガンブレに戻ると期待。ガンブレモバイルはあまり面白くなかったけどキャラデザ好きだったわ。ゲストで出てほしい。250機って多いように見えてガンダムだと思いのほか少ないんだよな。アクションゲームでしかも機体組み替えできるってなると、そりゃGジェネみたいにいっぱいは出せんよ。DLC とかで大量追加してくれねないかね。前作さんが DLC 含めて200機近いから50機分は新規ということになる。水星でかなり枠取られるとしても各作品でも3から4機は追加してくれそう。そういや HG だけでも今どのくらいあるんだガンプラ。HGUC 系列 CE とか含むだけで250ぐらい。レイとか AGE とか鉄血とか水星とかはまた別枠で各数十体は出てる。水星も参戦できるの大きいな。うまくアピールして流行ってほしい。何気にジオラマモードがちょっと楽しそう。3機くらい並べて、矢印加減しろバカ。ジオラマモードで自由にポーズがつけられるなら本編がクソでも買うぞ。ポーズ固定なら本編の様子見で。左右の腕がバラバラにつけられるってそんなに嬉しいか？いびつな変なデザインにしかならなそう。いびつなデザインでもカラーリングを揃えるだけでそれっぽく見えるぞ。ゴールドフレームアマスみたいにカラーリング合わせたら割となんとでもなる。左右に違う腕つけたり外したりしていろいろこねくり回せる自由があるのはいいことだよ。カスタマイズが楽しいシリーズなんだから、よくやったと言いたくなる。マジで消えてるわ。さらばニューガンダムブレイカー。学園設定はなんだかんだで好きだったよ。キャラデザインは結構好きだったよ。ガンダムブレイカー4に対する反応、いかがでしたでしょうか？まさかの新作、ニューでだいぶやらかしたのとモバイルが差し押したりとでも出ないと思ってたので嬉しい。水星の魔女やタネ自由等の機体パーツがたくさん出そうなので期待したい。ニュー路線にはならないと信じたいところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。